白 T シャツの時期が来たな。でも ZOZO を見ると白 T シャツ山ほどあるんだよな。どれが一番いいんだか教えてほしいんだよな。特に一番コスパのいい白 T シャツが欲しいんだよな。そう思ってるそこのあなた、今日は究極のコスパの白 T を求めて代表的な白 T シャツを集めてみました。徹底比較していきましょう。はい、というわけで今日は白 T シャツのお話でございます。白 T シャツ究極のコスパを求めて ZOZO タウンで売られている代表的な白 T シャツ、ヘインズ、チャンピオン、ビーフィーにキャンバーなどなど、ZOZO タウンでよく見かける白無地 T シャツを集めてみました。これらが一体どのように違うのか徹底比較していこうと思います。まずは一つ目、ヘインズのT シャツ、一応ですね、これシップスの別注品になっているようです。よく見かける2枚1パックのパック T ですね。どうでもいいんですけど、パック T って何のために作ってるのか僕よくわかんないんですけど、2枚1セットのパック T とかよくあるじゃないですか。このヘインズのジャパンフィットのタイプ、ジャパンフィットっていう、ヘインズってもともと向こうのブランド、アメリカのブランドですから、ジャパンフィットで日本人の体型ができて美しく見えるようにって作られたジャパンフィットの T シャツ、大体2枚組のパック T として売られてるんですけど、パック T にするメリットってある？僕、それだったら1枚ずつ売ってほしいなって思っちゃうんですけど、白 T なんて何枚やってもいいから2枚セットで買ってくれっていうのも気持ちとしては分かる。メーカーとしては客単価取るために2枚セットにするのはすごくよく分かるんだけど、お客さん目線からすると1枚あれば十分じゃんって思う人もいっぱいいると思うんですけど、僕だけなんでパック T にするのかなっていつも謎なんですけど、それは別にいいとして、こちらヘインズシップス別注の、ニュー T シャツジャパンフィット2枚組2970円です。僕の理屈で言えば、1枚1500円ぐらいの価値ということになりますが、実際に着てみるとですね、こんな感じです。これ、ヘインズの T シャツ、まさに今言ったシップスの別注のジャパンフィットの T シャツを着るとこんな感じです。今回選んでるのは全て L サイズを選んでます。僕が 175cm、65kg で L サイズでこのぐらいのサイズ感となっています。はい、こんな感じ。メリットとデメリットからいこうと思います。まずこのヘインズの別注 T シャツ、シップスの別注の T シャツ、ジャパンフィットの T シャツのメリットはまず安いということ。1枚1500円ですから、2枚組なんで2900円なんだけど、割り算すれば1500円ほどなので、正直ユニクロと同じぐらいの価格帯ですね。ユニクロの T シャツも大体1000円とか1500円ぐらいなので、ユニクロ価格でヘインズの、日本人の体型に合った綺麗なシルエットのものが楽しめるというのがまず一つ大きなメリットです。2つ目が、シルエットが綺麗というところ。これ誰が着てもですね、あんまりだらしない形にならないです。袖が少し短くて、袖が短いと結構ね、腕周りが綺麗に見えたりするんですね。僕みたいな華奢な人でも、ちょっとこう二の腕が太く見えるというか、逆に筋肉質な人とか、太ってる方が着てしまうと、ちょっとパンとなっちゃうかもしれないけど、日本人はやや華奢な人が多いので、腕周りは特にそうですね。なので、ちょっとこう袖が短いと、体型は綺麗に見えると思いますし、肩幅も少し緩めに作ってある割に着丈は短いので、あんまりこう、ダボダボとしてるような感じもないですし、どちらかというと今回のラインナップの中では、このジャパンフィットの T シャツは細めです。これで細めな感じですね。なので、大人っぽい細身の T シャツが欲しい、でもあんまりお金かけたくないっていう人が買うには最高だと思います。あとは意外と透けないというところですね。ヘインズとかの肌着メーカーって結構何も考えずに買うと乳首が透けたりするんですけど、これはほぼ全く透けてないと言っていいんじゃないでしょうか。見てわかると思いますけど、ほとんどこうわかんないですよね。透けてる乳首とか透けてないと思うんですけど、シルエットも綺麗ですし、乳首透けもないですし、値段も安いし、メリットはすごくいっぱいあるかなというふうには思います。さあ、ここでデメリットですね。デメリット一つ目は、正直洗うとすぐよれます。シワがつきます。このヘインズの T シャツ全般僕言えることだと思うんですけど、よれるっていうとちょっと大げさかもしれないんだけど、洗濯して洗い上がりにシワの入り方が結構派手じゃないですか。割とこうシワくちゃになりがちなので、もともとそんなに高そうな素材じゃないんですよ。薄手で柔らかい素材なので光沢感もあまりないし、どちらかというと肌着に近いような風合いになってるから、そんなに高級感がないんですね。でそんなに高級感がないのに洗い上がりの時に結構シワが入っちゃうから、なんかこう本当に肌着で出てきちゃった、
パジャマのまま来ちゃったっていう感じに見えがちなので、着るときにちょっとこうスチームアイロンとかかけてあげたりすると綺麗になるんですけど、そんな手間かけるのめんどくさいし、ちょっとシワになりやすいっていうのはこの肌着っぽい印象、これが光沢のあるものだったりとか厚手のものとかだったら多少シワが入ってもまあ別におしゃれな T シャツなんだなって思わせることできると思うんですけど、肌着っぽい風合い、薄手の風合いでシワが入っちゃうとただのだらしない人に見えてしまうので、何回か洗うとすぐにこうシワ入りがちょっと強くなってしまって若干こうみすぼらしくなってしまうのは、まあ値段相応といえばそうなのかもしれないけど、ちょっと残念なところかなというふうに思いますね。で、デメリットもう一つなんですけど、まあこれちょっと言っちゃったんですけど、普通っぽすぎるんですよね、素材が。肌着っぽいんですよ。これから他のアイテム説明していきますけど、例えばキャンバーの素材感とかって絶対肌着じゃないんですね。あとで言う、同じヘインズでもビーフィーっていうシリーズの T シャツはツヤ感がすごいので明らかに肌着じゃないんですね。でもこのヘインズのこのジャパンフィットのシリーズはやっぱり肌着感があるんですよ。薄くてペラペラしてるので、ちょっとこう肌着、寝るときに着る下着っぽいような印象になっちゃってるので、それが若干気になります。やっぱりそれはでも1枚1500円なんで、この価格だったらこれで仕方ないよって思う人もたくさんいると思うし、僕自身もそう思うので、別に悪いわけじゃないんだけど、ただ他のアイテム、ちょっと値段を出して買う他のアイテムと比べるとやっぱり値段相応に見劣りしちゃってるよねっていうのは言えると思います。はい、続いて、同じヘインズでもこちらはビーフィー、ヘインズビーフィー T シャツ2750円です。こちらも別注品になるのかな。まあただビーフィーは結構僕いっぱい持ってるんで、ビーフィー全般に言えることですけど、やっぱすっごいいいです。同じヘインズでも正直僕はジャパンフィットのシリーズよりもこのビーフィーの方がずっと好きですね。で、ビーフィー2750円ってのはこれ1枚の価格なんですよ。先ほどのジャパンフィットのシリーズは2枚で2900円なんで、つまり2枚で2900円、1枚で2700円ってことはおよそ倍の値段するんですけど、倍の価値があるかって言われると間違いなくあります。僕はジャパンフィットのシリーズを買うんだったらちょっと贅沢してビーフィー買ってくださいって間違いなく言うと思います。ビーフィーのメリットはどこにあるのか、これビーフィーですけど、ちょっとこうシルエット見ていただけると分かるんですけど、こんな感じのシルエットですね。ジャパンフィットよりも少し緩めになっていると思います。動画ではなかなか伝わらないと思うんで言葉で説明しますが、メリットとデメリットを説明していきます。メリットは生地感が全然違う光沢感があります。これはね、ジャパンフィットのシリーズと実際に手元で確認すると明らかに分かるんですけど、残念ながら動画だとほとんど分からないとは思うんですが、ビーフィーの方が明らかに光沢感があって明らかに生地の厚さがあるので、ジャパンフィットシリーズがパックティーのシリーズがちょっと安っぽいな、肌着っぽいなと思う人は騙されたと思ってビーフィーの方を買ってみてください。同じヘインズでも全然違います。こっちの方が明らかに素材感もいいし、シルクっぽい光沢感があるので高級感抜群です。はい、続いてですけど、BFT のメリットですが、バインダーがかなり丈夫です。ちょっとヘインズのジャパンフィット T シャツの方はよれやすいって僕言ったと思うんですけど、洗っていくとね、結構首元がちょっとよれが入ってくることがあります。まあ、それでも普通の T シャツよりは結構丈夫だと思うんですけど、BFT の方はですね、バインダーかなり頑丈にしてあるので、ちっとやそっとじゃ伸びないです。ビーフィーは、まあ、パッケージからも分かる通りなんだけど、結構タフに作ってあるので、ガンガン洗っても洗った後のシワ残りもそこまでないですし、ネックとかも伸びにくいので耐久性っていう意味ではかなり高いです。だからジャパンフィットの方が安いんだけど、でも実際長いスパンで見てあげると意外とビーフィーの方が持ちが良くて、で光沢感もあって満足度も高いから、僕は値段高くてもこっちを選ぶ理由があるかなとは思います。で、シルエットですね。シルエットなんですけど、ジャパンフィットの方はですね、ちょっと細身になってるんですけど、ビーフィーの方は、このビーフィー、まあビーフィーもいっぱいシルエットがあるんだけど、この、リンクが貼ってあるこのビーフィーの方はですね、別注品だと思うんですけど、シルエットが非常にバランスいいです。ちょっとゆったりなんですよ、ジャパンフィットと比べると。ちょっとゆったりで、程よくこう体型を隠してくれるんですね。なので、僕みたいに少しこうお腹が出てきましたとか、胸が出てきましたとか、二の腕が出てきましたみたいな、中年体型のおじさんでも体型を広がないでいてくれる。でも、着丈は短いので、バランスが非常にいい。ジャパンフィットだともうちょっと細いので、細いのが好きならジャパンフィットだと思うんだけど、ただこっちもダボダボにならないぐらい、体型をギリ拾わないぐらいの、ゆるさ、リラックスフィットなんで、このぐらいが何気に今のトレンドだと一番かっこよくてバランスいいんじゃないかなと個人的には思います。で、デメリットなんですけれども、こちらはまあメリットでもありデメリットでもあると思うんだけど、ちょっと厚
厚手で、あの真夏は少し暑いかもしれないですね。ジャパンフィットの方は結構薄手になってる、まあ、だからこそ肌着感が出ちゃうんだけど、ビーフィーの方は結構厚手なんですよ。で、目の詰まったコットン使ってるから高級感があって張りがあるんだけど、その分真夏は若干だけど暑いっていうデメリットがあると思います。まあ正直でもめちゃめちゃ暑がりな人じゃなければ別にそんなに気にはならないと思うんだけど、死ぬほど暑がりの人はジャパンフィットの方を選んであげた方がいいのかもしれないですね。で、もう一つですけど、デメリット、首元はもうちょっと緩くても良かったかなというふうに思います。結構ね詰まってるんで、これがもう気持ち緩いと少し色気も出てくれるので、同じクルーネックでもちょっとだけ空いてる方がいいかなとは思いますね。この辺ビーフィー T シャツのちょっとデメリットかなというふうに思います。ただ全般的に個人的にはこのジャパンフィットのシリーズよりもビーフィーの方が上だなというふうに思います。素材感だったりとかシルエットの作り方とか耐久性だったりとか見ても、まあ、値段倍するけどそれでも2000円台ですから安いです。なので、まあ、これが2000円で買えるんだったら全然ありだと僕は思います。さあ続いてキャンバーですね。キャンバー301マックスウェイト T シャツ7150円、ぐるっと一気に値段が高くなりました。7150円なんで、先ほど紹介したビーフィーの T シャツが2700円ですから、2枚以上買えますね。3枚は買えないけど2枚ぐらい買えますが、メリットとデメリットから説明するんですが、その前にちょっとシルエット一応見てみてください。こんな感じのシルエットです。ビーフィーとかと比べても、ちょっと緩めになってます。一番最初に紹介したジャパンフィット、ヘインズのジャパンフィットが一番細くて、次ビーフィーが緩くて、さらに緩いのがこのキャンバーですね。素材感もギリギリ伝わるかなと思います。よく見てみてください。で、キャンバーのメリットとデメリットいきましょう。まずメリット、がっしりしていて丈夫というところですね。US コットンを使ってます。アメリカ製の US コットンを使っていて、かなりがっしりして厚手になってます。ビーフィーの T シャツと比べてもがっしり感が全然違うので、光沢感で言えばビーフィーの方が上なんですけど、肉感、生地の厚さで言ったら、この今回紹介する4アイテムの中で一番キャンバーが強いです。フリックスストアとかちょっとアメカジ寄りのセレクトショップが好きなブランドがこのキャンバーだと思うんですけれども、 US コットンでタフなんで、ガンガン洗ってもシワ残りがそんなに気にならないですし、厚手なので本当に丈夫です。まあ、もちろんその分、後でもちょっと言うけど、若干暑苦しい印象はあるんですよ。生地が厚い分、真夏は少しこう蒸れやすいかなっていうのはあるんですけど、まあとはいえ T シャツですからね、半袖の T シャツですから、そこまでストレスはないとは思うんだけど、ただまあ生地感としてはですね、頑丈そのもの、これがキャンバーの一番いいところかなというふうに思います。で、二つ目。素材感はツヤは少ないんですけど、高級感ちゃんと出てくれてます。ツヤがあるとね、ビーフィーみたいにツヤがあると簡単に高級感つくんですけれど、こちら US コットンでツヤ感はそんなにないんだけど、がっしりした目の詰まった生地感なので十分高級感が出てます。ツヤがなくても、あ、いい T シャツ着てるんだろうなっていう風合いは出せるので、さすがこの辺7000円かかるだけありますね。あとは硬い素材でオーバー気味のシルエットなので体型が全く出ないっていうところですね。正直ジャパンフィットの T シャツだと柔らかい素材だったので体の凹凸が出やすかったんですね。でもキャンバーはめちゃくちゃ硬い素材で、しかもオーバー気味のサイズ感なので、全然体型を拾わないんですよ。腕がどういう形になっていて、胸周りとウエストラインとお腹がどういう形になっているのかっていうのが、ほとんどわからないと思います。これが硬くて硬い素材でオーバー気味のシルエットのいいところだと思います。柔らかい素材だと、ふっとこう、フィットしちゃうので、やっぱ体のサイズで出やすいんですね。だから体型難を感じている人、特に30代以上の男性でそろそろ体型が崩れてきたなって思う人は、硬い素材の T シャツを選んであげると夏場でもあんまり体型が出なくて済むので、これは華奢な人にも同じことです。華奢すぎて自分の体がちょっと嫌だなって思う人は、やや硬めの素材感を選んであげたりすると体にフィットしなくなるので体型をごまかすことができます。このキャンバーは高いだけあって、7000円もするだけあって、しっかりと目の詰まった生地で硬さがあるので、あんまり体型を拾わない、このメリットがでかいと思います。さあそしてデメリットなんですけど、まず一つ目デメリット、シンプルなところで高い。7000円ですからね。さっきのビーフィーの T シャツが2700円でしょ。で、ジャパンフィットが1枚、1500円くらいですから、まあ、これと比べると圧倒的に高いですよ。7000円ですからね。無地の白の T シャツで7150円って今そこそこ高いです。
僕ZOZO タウンで7月28日から自分のブランドやるんですけど、アンモニア加工のすごいいい素材感の T シャツやるんだけど、それでもやっぱり4000円とかなんですよ。4500円とかなんですね。でそこから考えるとやっぱり高いは高いです。結構普通のシンプルな T シャツで、まあ、確かに US コットンで生地感はいいけど、7000円ってのは割とハードル高いと思うので、まあこの辺が大きなデメリットかなと。もちろんその分固めで、生地が固めで体型が出ないとか、高級感があるとか、目が詰まってるとか、いろいろあるんだけど、まあシンプルに高いってのは否めないですね。あとはデメリット、ワーク風のデザインに好き嫌いがあるかなと思います。これちょっと動画で伝わるかわかんないんですけど、今回紹介する他の T シャツは全部縫い合わせのところが出てないんですよ。袖のところとかね、袖ってボディーパーツと袖パーツを縫い合わせてる、糸で縫い合わせてるわけですけど、普通 T シャツってあんまりこの糸出さないんですけど、キャンバーはですね、糸が外側に出てるんですよ。だからちょっとワークっぽい印象になってると思います。この辺が好き嫌いあるかなというのは、否めないですね。あとはネック、ネックが今回紹介する4枚の中で一番きついです。今喋っててもちょっとこうネックが詰まっていて首が苦しい感じはあります。ただその分タフではあるんですよ。伸びにくかったりするので、まあ、フィット感があってガシッとしてるから、まあ、結構こうやっても伸びないっていうのはめちゃくちゃいいメリットではあるんだけど、ただ狭い、首元がちょっと狭いので、もうちょっと隙間を作ってくれると一番いいかなとは僕は思います。まあ好みもあるんでね。続いて最後ですね、チャンピオンロゴワッペン無地ベーシックオーバーサイズ半袖クルーネック T シャツ検索対応の商品名の付け方ですねこれね、990円、これタイムセール価格ですけどね、990円で買いました。チャンピオンといえばこのマークですね。チャンピオンマークがちらっと入ってるのがポイントにはなってると思うんですけど、シルエットはこんな感じです。ビーフィーの T シャツに近いかもしれないですね。ジャパンフィットの T シャツよりもちょっと緩めになってます。メリットとデメリットいきましょう。メリットはとにかく安い、タイムセールとはいえ990円です。今回紹介したアイテムの中で一番安いですね。それ以外のメリット、トレンドっぽい形ですね。ジャパンフィットと比べると少し緩めになっていて、リラックスフィットで肩幅も結構広めになっているので、まあ、ややトレンドを意識したシルエットにはなっていると思います。普通に肌着じゃなくて、外に着ていく用の T シャツ、白の T シャツで、まあ、今っぽい印象、古臭い印象を与えないものだったら何でもいいって思うとこから、このチャンピオンが安くて一番合理的だと僕は思います。でデメリットなんですけど、デメリットはですね、今回紹介したアイテムの中で一番透けます。とはいえチャンピオンなんでその辺ちゃんと考えられていて、乳首とか大事なところが透けるようなものではないです。ただでも一番薄手でですね、若干透け感が気になる時もあります。汗かいたりすると結構簡単に透けちゃったりするので、この辺はデメリットかなというふうに思いますが、まあでも値段から考えるとこんなもんだよなとは正直思います。で他のデメリット、これは好き嫌いもちろんあると思うんだけど、ロゴが気になる。ロゴがね、やっぱりチャンピオンのロゴをしっかり分かっちゃうので、これが嫌いか好きかどうかだよね。シルエット云々、素材感云々があると思うんですけど、単純にここが嫌いだったら全てダメだと思うので、ここが好きか嫌いか、許せるか許せないかってところがあると思うので、まあ、ロゴが好き嫌いあると思うから、これはまあ個人の判断で、しょうがないかなというふうに思います。でデメリット、意外と丈夫じゃないっていうところ。900円ぐらいとはいえ、まあ、チャンピオンじゃないですか。チャンピオンだからタフかなと思うんだけど、そんなに正直めちゃくちゃタフだとは思ってないです。ビーフィーとかキャンバーとかやっぱ値段も高いから、チャンピオンと比べると結構ね、耐久性高いんですよ。洗ってもあんまりへたらないんだけど、このチャンピオンの素材、薄手なこともあって結構ヨレが出てくるし、洗いざらしで着るとシワ感も若干気になります。シワ残りが気になります。化学繊維とか入ってる T シャツとかと洗った後ってシワがあんま残んなくてツルッとした印象が出るから、いつまでも清潔感持っていられるんだけど、これは薄手のコットン100の素材感なので、洗うと結構シワ残りがあるので若干安っぽい印象が出やすいです。なんでまあ値段相応といえばそうなんだけど、チャンピオンだったらもうちょっとタフに作ってあげても、厚手で作ってあげてもいいのかなというふうに思います。あ、メリットをちょっと言い忘れたんですけど、実は首元結構開いてるのがチャンピオンいいとこかなと思います。あんまりここが窮屈じゃないし、ちょっとこうセクシーな、鎖骨がギリギリ出るぐらいの感じになってるので、単純にトレンドシルエットってだけじゃなくて、この辺のセクシーさもあるので、空いてるのが好きっていう人はチャンピオンを選んでもいいと思います。はい、以上4ブランドの T シャツを紹介していきました。ヘインズのジャパンフィット、そしてヘインズのビーフィー T シャツ、
そしてキャンバーとチャンピオンですね。個人的におすすめはビーフィー T シャツかなというふうに思います。ツヤ感があってタフで値段もそんなに高くないというところで非常におすすめでございます。ただマニアックな人でキャンバーの生地感がすごい好きっていうのもよくわかるので、ここに例えば軍パン合わせて、レッドウィングとか履いてっていうのがちょっと想像できるので、好きな人はこれ好きだと思うんですけれど、ただ普通に比較した時にはやっぱり高く感じると思うので、コスパが良くてかっこよく見えて高級感もあって耐久性も高いってなるとビーフィーが一番おすすめかなというふうに思うので、ぜひビーフィーティーちょっとチェックしてみてください。今回紹介したアイテムは概要欄の方に全て URL 貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。というわけで今日は究極のコスパを持つ白 T についてお届けしました。よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。私毎週日曜日メルマガやっております。メルマガではこういうファッションの情報だったりとかビジネスだったりとか人生の話だったりとか様々なことを配信しております。よかったらこちらも概要欄の方に登録の URL 入っておりますので、よかったらチェックしてみてください。またお会いしましょう。 MB でした。バイバイ。